こんな企画なんですね。ありがとうございます。さあ、今日もね、ご縁をいただいて、きっと何かのご縁があってこうやって来てくれることになったんだと思いますよね。まあ、田村まさか何だろうなってだと思いますけどね。お家帰ったらね、友達に言ってみたらいいですよね。あなた田村まさか知ってますかってね。知らんって言うと思うからね。知らんと思う。だからね、知らんって言った時にね、お客様ね、こうやって、あなた田村まさか知らないのって感じでね、突き放してやってほしい。そしたらね、お友達は心配になるね。ピコ太郎さん出てきた時もそうだったんですよね。ピコ太郎何それってね。ところが、もう今ではみんな知ってる。ね。みんな知ってるってことは、すごくね、ピコ太郎さんも出世しましてね、もう出てこないですよね。ね、小坂大魔王。ピコ太郎さんも出てこないですね。まあ、お客さんもね、田村まさかをちょっと、出世して、やってください。させてやってください。それでね、YouTube を見るときに、これ、QR コードってあるでしょ。QR コード、これ、まあ、こっち向けときますからね。それをやってくれたり、まあ、それか、田村まさかで検索してくれてもいいですけどね。まあそんなわけで時々思い出してください。そうだね、4年に1回ぐらい思い出した。遠慮がちに言ってますけどね。さて、時間がもうあんまりないんですけど、ちょっと宣伝でね、ここね CD がいっぱいあるでしょ。もしお車の中で聞きたいっていう人は、まあ、YouTube はお金かかんないけど、車の中で聞きたい人は CD もあります。12,500円。それからオカリナをやってみたい人、ね、この楽器、お分けしてます。1万円です、ね、ただね、これ買ってくださいって言うとちょっと違うんだよ。買ったらいいよっていうよ。なんでかって言ったら、楽器屋さんには売ってんだけど、かなりの確率で音痴です。私どうしてるかって言ったら、まあ、教室もやってるから、その教室で使うのには用意してるんだけどね、調律してるんですよ。一個一個調律してる。だからピアノとピタッと合うんだよね。だからもしオカリナやって、ね、やってる人がよく言うんだけど、いやもう伴奏者から音痴だって言われるんだよね。もうどうやって練習したらいいんでしょうか。じゃあやってごらんって聞いてみたらね、それはあなたのせいじゃありません、それ楽器が悪いんです、ね、楽器が音痴。だからね、まあ、そういうこともあったりするからね、まあ、そういう意味で用意してますよってことです。もちろん通信販売というかね、インターネットでの販売もやってますから、検索してみてください。さて、残った時間をね、ちょっと1曲か2曲か、オリジナル曲がいっぱいあるんですよ、実は、ね。オリジナル曲ちょっと付き合ってください。まず、G スプリング、これは優しい感じの曲です。
もう最後の曲になります。ベーシックシーンというアルバムがね、実は3枚出てるんですけど、この気がついたんですよね。自分の音楽好きなんだけど、音楽の原風景、原体験っていうのは、考えてみたらばあちゃんが歌ってくれたその童謡とか、そういうのがこの中に刻まれてんだなと思ってね、そのおかげで音楽でね、仕事をすることができたんだなと思ってね、その原風景、それをだから私が作った曲を考えてみたら童謡みたいな、なんか簡単なのばっかりなんですよね。すごい難しい曲ないんですよね。まあいいんですけど、ベーシックシーンの最初のアルバムの中からおぼろを聴いていただいて締めくくりたいと思います。YouTube 見てね、田村まさかでした。ありがとうございます。